元横綱、高野花光次氏とフリーアナウンサー、河野恵子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一が18日までにインスタグラムを更新し、12日に60歳を迎えた母を祝福した。先日母が還暦を迎え、毎年のように静かに家族でご飯でも食べようかと思っていたのですが、元気でいてくれることも当たり前じゃないしな。 還暦だし、なんてことを思い、見ない時に皆様を声がけするという恥を忍んで、たくさんのご友人に集まっていただき、皆さんとお祝いしましたとパーティーの様子を動画で投稿。河野は赤のちゃんちゃんこを着て、友一や次女でタレント白川霊と一緒に笑顔を見せている。生きているうちにできる限りの親孝行できるように、自分も頑張らなきゃですね、元気と笑顔でいてくださいなぁって言っていたら、 21分の11のラジオのゲストは還暦を迎えて1週間経ちました。母でございますと福岡をベースにした FM ラジオ局、ラブ FM で放送の自身のラジオ番組に母が出演することも明かした。まだまだ感謝はありますが、それは個別でたくさんお礼させてくださいと記した雄一。フォロワーからは可愛らしさもあって、笑顔が素敵な美しいお母様ですね。こんな綺麗。 綺麗な60歳すごすぎる。こんな若々しく美しい還暦。母美しすぎると美貌に惚れ惚れしていた。雄一は、中学卒業後の15歳で米ボストンへ留学。その後、イタリア・フィレンツェの加工房で2年半の修行を積んだ。SNS では母や父の思い出の写真も披露し、お父さんそっくり、などと話題に。 妹の白川は旧等身美女のキャッチフレーズで昨年1月に芸能界デビューを果たし、フジテレビ系ポカポカ月曜から金曜午前11時50分の木曜レギュラーを務めている。